県、民、政。それは各地域の特徴。県民性がややこしい都道府県ランキング。なあなあ、霊夢。ん？何かしら？ふと思ったんだけど、どこにでも県民性ってあるだろ？そうね、特徴みたいなものはあるわね。もしかして、県民性のややこしいランキングとかも存在するのか？ええ、あるわよ。え？もしかして知りたいの？もちろん知りたいぜ。こういうちょっと聞きづらい話って興味あるんだよな。ふーん、なかなかマリサもややこしい性格してるわね。まあ、良い機会だし。県民性がややこしい都道府県ランキングを話していくわね。おう、待ってました。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあ、早速ランキングいくわね。第10位は、神奈川県よ。神奈川県か。10位の理由は何なんだ？それじゃあ、理由を話していこうかしら。まずは格好つけが多いということね。格好つけ？ドクロの服に腰パン、チェーンジャラジャラみたいな感じか？いやいや、それはいつの時代の格好つけよ。神奈川の格好つけはブランド志向が非常に強い人が多いらしいわ。ブランド好きか。見た目にこだわりが強いってことか？そうね、安いブランドにはあまりこだわらないで高い有名ブランドを好きな人が多いらしいわ。ほうほう、なるほど。私には全く縁がないんだぜ。確かに、マリサはブランド云々よりまずは貯金しなくちゃいけないものね。私を舐めないでくれよ。実は貯金にも縁がないぜ。ダメダメじゃない。えへえ？そうだ、ダメダメなんだぜ。その他にも理由があるのか？自慢することじゃないんだけどね。その他は見えっ張りということよ。あ、なんか聞いたことあるぜ。住所神奈川県から書かないで横浜市から書くとかだよな。そうそう、結構有名な話よね。神奈川の動画でも話したわね。それからさっき話したブランド志向が高いっていうのも、この見えっ張りが影響しているらしいわ。そうなんだな。ライバルが東京で少しでも自慢があれば誰かに自慢したがる傾向もあるみたいね。ほうほう、自慢したがるのは私もそうだけどな。それから見えっ張りでカッコつけといえばプライドが高いっていうイメージない？ああ、確かにそんなイメージあるな。実は神奈川県民もプライドが高くて冗談が通じないみたいなのよ。ええ、じゃあ冷蔵庫に入ってた霊夢のプリン、私が食べちゃったって冗談も通じないってことか？それは困ったんだぜ。え？プリン食べたのマリサだったのね。冗談じゃなくて本当の話じゃない。誰でも怒るわよ。ひえー、ごめんなさい。まあ、今日マリサの楽しみにしてたケーキ食べるから怒ってないわよ。まさかの盗み食い返し。私のケーキが、辛いぜ。まあ、お互い様ね。続きなんだけどさっき神奈川県は東京がライバルって言ったわよね。実は東京と比較する冗談は特に NG なのよ。そんな NG 冗談があるのか。そもそも関西人のような冗談混じりの会話が好きではないし、プライドが高いので言ってはいけない冗談も多数存在するらしいから、会話には気をつけなくちゃいけないわね。地雷すぐ踏みそうで怖いんだぜ。そして最後に出世欲がないということもあるみたいだわ。出世欲？実はサラリーマンの出世が全国的に遅いと言われているのよ。これには経済的に発展していることや東京が近くにあることなどが関係しているみたいね。結局は東京に影響されてるじゃないか。ちょっと、そんな冗談言ったら神奈川県民に怒られるわよ。ごめんなさい。基本的に一番というよりは最下位にならなければよしという考えの人が多いらしいわ。飛び抜けて何かを成し遂げることが苦手な人が多い傾向にあるのもこの考えに至る理由みたいね。なるほどな、これが神奈川県が10位になった理由なんだな。次は第9位。県民性がややこしい第9位は、鹿児島県よ。鹿児島県か。なんだか優しいってイメージあるけど、なんでこんなに上位なんだ？確かに優しい性格をしているとも言われてるらしいんだけど、最悪、排他的と言われることもしばしばあるらしいわ。その理由は鹿児島県の保守的で体育会系の考えを持ってる一面が理由みたいなの。保守的で体育会系って。この二つ、あまり結びつかないような気がするぜ。まあ、話を進めていくとまずは昔からの伝統や決まりを大切にする人が多く、新しいものを受け入れることが苦手な一面があるらしいのよ。なるほどな。確かに伝統を大切にするっていうイメージがあるんだぜ。そんな特徴があるがゆえに排他的なんて言われてしまうらしいわね。それから昔ながらの男性かたぎな人も多く、体育会系の性格をしている人も少なくないみたいね。体育会系ってことは先輩の話は必ず聞くぜってことか？まあ、そういう感じね。年長者には必ず従い、男尊女卑の考えを持つ人もいるらしいわ。確かに鹿児島県以外から来た人からしたら、昔ながらでちょっと排他的だなって感じてしまいそうだぜ。それから、マリサはボッケモン気質って知ってるかしら？赤と白のボールでモンスターをゲットするやつか？それはポケモン。
絶対ここでボケてくると思ったわ。ボケがバレてるのは恥ずかしいんだぜ。マリサは放っておいて、次に行くわね。鹿児島の男性の特徴なんだけど、大胆で豪快な性格をしているらしいのよ。まあ、一言で言うと男の中の男といった性格ね。これをボッケモン気質と呼ぶんだけど。へえ、そうなんだな。実は昔から鹿児島ではボッケモン気質の男性が理想とされていたらしいのよ。そうなのか？うん、しかも江戸時代に至っては、藩を挙げてボッケモン気質の男性を作り上げることに注力していたみたいだわ。ボッケモン像さんってことか？まあ、この昔ながら存在しているボッケモン気質が威圧的で怖い、なんて思ってしまう人も少なからずいるみたいね。ほうほう。それが鹿児島県が9位の理由なのか。確かに昔ながらを大切にしている場所に住むのはちょっと躊躇してしまいそうだな。それじゃあ、次に8位行くわね。第8位は秋田県よ。ほうほう、秋田県か。なんか前の動画でも秋田県出てきたよな。前の動画って、地産者ランキングのことかしら？そうそう、確かそこで秋田の隠された県民性は、陰湿って話してたよな。マリサ、よく覚えてたわね。ややこしい上位の理由の一つにも秋田の人は陰湿だと言われているみたいね。やっぱりか。特に田舎では、年功序列文化があったり家柄で判断されるということがあるようで、この風習が陰湿といったイメージに繋がっているみたいだわ。家柄で判断されるのは、ちょっと嫌なんだぜ。寒さが厳しいために心も陰湿になるなんて意見もあるみたいよ。寒さが原因で、陰湿？前の動画でも思ったけど、結構気候に左右されるんだな、人間って。そうね。それから陰湿という部分に通じる点でもあるんだけど、秋田の人は見えっ張りということも言われているわ。見えっ張りってやっぱりマイナスなイメージだよな。さっきも言ったけど、家柄などで判断されがちなため、なるべく立派に見せたいという気持ちが根付いているのかもしれないわよね。なるほど。確かに家柄で見られてしまうと見栄も張りたくなるんだぜ。それから驚くことに観光で訪れると秋田の人の優しさに触れることができるんだけど、その優しささえも見えっ張りな性格から来ているなんて意見もあるみたいなの。こら、優しさを見えっ張りなんて言ったの誰だ。まあでも、観光客に優しくしたり美意識が高かったり、実はポジティブな県民性とも言えちゃうわよね。確かにそうだな。でも、実はもう一つややこしい県民性があるのよ。それは、浪費癖ね。ほうほう。まるで私のことを言ってるみたいだな。秋田県民一番の弱点とも言えるのが金銭感覚なのよ。さっきも言ったように見栄を張りたい分お金がかかってしまうわよね。確かにそうだな。見栄を張るのも安くはないんだぜ。トレンドに敏感で買い物好きな秋田県民は貯金が得意ではなく、お金の使い方もどんぶり勘定なので、ついつい使いすぎてしまうことが多いらしいわね。見栄を張るためにお財布ゆるゆるは確かに弱点だな。そして私も気をつけるんだぜ。それじゃあ、第7位ね。第7位は沖縄県よ。沖縄もゆったりゆっくりしてておおらかなイメージあるぜ。でも実は雑誌実は文化タブーより、絶対住みたくない都道府県ランキング2017で1位を取ったらしいのよ。なんだその雑誌。随分攻めた内容なんだぜ。その中で言われてるのは時間にルーズってことね。ああ、確かにルーズそうなとこあるよな。かなり違いを感じるって思っているのが、時間に対する感覚らしいわ。沖縄の人ってどういう感じなんだ？そうねえ、例えば13時に待ち合わせにしていればマリサは集合場所に何時に行くかしら？13時に待ち合わせ場所に着くように行くぜ。まあ、一般的な考えよね。でも沖縄の人は13時になったら家を出るという考え方の人が多いらしいのよ。は？待ち合わせ時間に家を出るのか？それはかなりゆっくり感覚なんだぜ。こういう沖縄独特の時間感覚をウチナータイムっていうらしいわ。そうなんだな。そのウチナータイムを知らずに遅刻されたら心配になっちゃいそうだな。まあ、マリサも割と時間にルーズよね。よく寝坊するし。それはマリサタイムだから仕方がないんだぜ。マリサタイムって、そんなのと一緒にしたらウチナーの人に怒られるわよ。今回もまた素直に謝るぜ。他にややこしいと思われる理由はあるのか？あるわよ。人見知り、排他的とも言われてるらしいわね。まあ、鹿児島県のように昔からの伝統を大事にしている傾向があるみたいだわ。ほうほう、なるほどな。地方から移り住んで排他的だと確かに少し寂しくなるんだぜ。どんどん行くわよ。第6位は大阪府よ。大阪が6位なんだな。なんだか楽しそうなイメージあるけど、なんで上位に入ってるんだ？まず一つ目がおせっかいだということよ。大阪府民は人同士の距離感が近く、親切すぎるほど親切な一面があるの。確かに、おせっかいの一面はよくわかるぜ。良かれと思ってやっていることが他人にとっては迷惑となっていて、結果として最悪や嫌いと言われているのかもしれないわね。
確かにおせっかいが苦手っていう人も少なくないもんな。そして、二つ目の理由はいじりがくどいということよ。大阪人は、笑いに敏感かつ貪欲であるがゆえに他人をいじりまくることがあるらしいのよ。いじりまくる?親しい間柄であればうるさいわ、もうやめてやと言って、ストップをかけることもできるんだけど、それが上司や親しくない人であった場合、永遠にいじられ続けられるみたいなの。永遠にいじられ続けるだと、それは辛いんだぜ。世界のいじられ番長マリサでも辛いって感じるのね。それは大問題だわ。私がいつ番長になったんだ?まあ、なんかいいフレーズだぜ。気に入った。え、まさか、受け入れるとは思わなかったわ。さすがマリサね。えへい、褒められたぜ。褒めてないけど、まあ、いいわ。三つ目行くわね。三つ目の理由は大阪のノリで他県民に接するということよ。確かに大阪ノリってかなり陽気な感じだよな。そうね、大阪人は男女問わず陽気でラフにコミュニケーションを取るイメージがあるわよね。でもかなりグイグイ攻める人も多く、控えめな県民性を持つ人からはドン引きされることもあるらしいわね。ああ、グイグイ来るのが苦手な人からしたら嫌だと思うこともあるかもな。次は第5位、茨城県よ。茨城県が5位なんだな。理由は何なんだ?マリサは3っぽいっていう言葉を知ってるかしら?3っぽい、高学歴、高収入、高身長みたいな感じか?それは参考だけど、まあ、ちょっと似てるわね。この3っぽいは茨城の県民性を表す時に使われる言葉なんだけど、怒りっぽい、忘れっぽい、飽きっぽいという3つの特徴をまとめたものなのよ。どの特徴もマイナスイメージばかりなんだぜ。もともとは、江戸時代の水戸藩士の荒っぽい気質を表すために生まれた言葉だったんだけど、現在でも茨城県民にはその反骨精神が残っていて、3っぽいは今の茨城県民を表す言葉として知られているのよね。なるほど、そうなんだな。その他にも理由はあるのか?そうね、小さいことにこだわらないということかしら。その特徴は、おおらかっぽくて良い気がするんだぜ。まあよく捉えたらおおらかな性格とも言えるけど、実はお金もどんぶり感情なところがあったりお金に糸目をつけない一面もあるのよね。ほうほう。小さいことにこだわらないということでおおらかなこの性格だけど、悪く現れてしまうといい加減、大雑把といったネガティブな面にもなりかねないのよね。確かにそうだな。もう一つ、言われてるのは口下手ということね。え、口下手でもあるのか。もともとの鉛の荒っぽさも相まって、ぶっきらぼうになってしまい、三っぽいの怒りっぽいという特徴や気が強いなんていう印象にもつながってしまっているらしいわ。口下手で怒りっぽいか。確かにちょっと怖い印象を受けるかもなんだぜ。次は第4位。第4位は、京都府よ。観光名所の京都なのにこんなに上位なのは驚きなんだぜ。確かにそうね。実は京都の人はプライドが高いで有名なのよ。ああ、確かにそんなイメージあるな。京都出身であることに誇りを持っていて他県民を見下す一面があるらしいわ。見下す。確かに見下されたら嫌なんだぜ。それからやや排他的な気質で、京都の人しか認めない、仲間に入れないという考えを持っている人もいるらしいわね。ええ、それは確かに住みづらいんだぜ。それから一番有名なのは池津ということよ。池津?どういう意味なんだ?京都の方言で意地悪っていう意味よ。ああ、そういえばテレビで池津やわっていうセリフ聞いたことあるけど、そういう意味だったのか。京都はかつて日本の都として君臨していたから歴史的建造物も数多く残っているわよね。確かにそうだな。清水寺とか有名だよな。観光スポットとしても人気があるし、全国でもトップクラスの観光客が訪れるわ。そのこともあってか、京都府民はプライドが高く池津な人が多いと言われてるのよ。なるほどな。しかも京都はその昔、住んでいる地域によって人をランク付けする風習もあったらしいのよ。ランク付け?洛中と呼ばれる地域が最も良いとされて、洛中から離れれば離れるほどランクが下がっていったのよ。ええ?地域の中にランクがあるなんて驚きなんだぜ。カーストの下にいる人たちは、小馬鹿にされたり仲間外れにされるなんてことあったらしいわね。この風習が今でも残っていていけずな人が多いってわけか。まあ、そういうことね。それから京都以外の他県民は受け入れないと考える人が多い傾向にもあるらしいわ。そもそも排他的な人が多いってことなんだな。まあ、そんな感じだといけずと呼ばれてしまう理由もわかるぜ。もちろん排他的じゃない人もいるのは忘れないでね。それじゃあ、次は第3位ね。第3位は、なんと福島県よ。福島県か、なんだかあまりイメージないけどどんな感じなんだ?まずは保守的ってことね。福島県民は相対的に保守的と言われているのよ。ほうほう、保守的なのか。しかも縁故関係の採用や年功序列、家柄重視など、昔ながらの慣習や考え方が残っている地域が多くあるみたいなのよ。なるほどな。それは他の地域から来た人たち馴染みづらいな。それからちょっと有名な話なんだけど、
2016年放送のバラエティ番組、ネプ&イモトの世界番付で、福島県郡山市にヒッチハイクで訪れた外国人が宿泊先を求めて、5時間以上寒空の下をさまよった、というエピソードが紹介され、SNS でも話題になったみたいなのよ。誰も止めてくれなかったってことか？どうやらそのようね。このことから冷たいと一部で噂されてしまうようになったみたいね。確かに番組を見てた人からしたらそう思ってしまうかもな。まあ、他にも口下手でもあるみたいだから、福島の人たちと親しくなるにはやや時間がかかることが多いようね。なるほど。保守的に加わって口下手か。これが福島が3位になった理由なんだな。第2位は、なんと広島県よ。おお、広島県といえばお好み焼きだぜ。確かに広島風お好み焼きってよく耳にするわよね。それから広島弁っていうイメージがあるぜ。そうね。でも、実はその広島弁がマイナスイメージにつながってるみたいなのよ。え、どういうことだ？広島弁はヤクザ映画などでも使われることが多く、そんなイメージから広島弁イコール怖いといった公式ができてしまっているみたいなのよ。あ、なるほど。確かにジャケとかヤクザの喋り方のイメージがあるぜ。少し乱暴な印象や怖い印象を抱かれやすい方言みたいね。それから広島県民の地元愛が強いということもややこしいと思われる理由みたいだわ。地元愛が強いって良いことな気もするな。なんでややこしいって思われるんだ？広島県民はとにかく地元愛が強く、その地元愛の強さが特に広島に転勤してきた人にとっては、他県民には冷たい、最悪といったイメージにつながってしまうらしいのよ。ああ、ただ強いだけじゃなくて強すぎるんだな。そして最後に車の運転が荒いというのも特徴みたいだわ。車の運転か？そう、広島は全国的に見ても車の運転が荒い人が多い傾向にあるのよ。県民にとっては慣れていても他県から転勤や引っ越ししてきた人にとって、車の運転の荒さはかなりの恐怖らしいわ。確かに、運転していて恐怖を感じるなんて、住みにくいって思っちゃうんだぜ。そうね。そんな怖さが冷たい、最悪といったイメージにもつながってしまっているみたいね。ふむふむ、なるほどな。他県から引っ越してきた人にとってはなかなか大変な地域って感じなんだぜ。ついに第1位よ。1位はなんと、なんと、愛知県でした。愛知県が1位なのか。そう。愛知県も広島県同様に地元愛の強いということが特徴ね。しかも転じて排他的らしいの。愛が強すぎるのも問題なんだぜ。しかも保守的な一面も持っていて、ビジネスにおいても人間関係においても新しいものを取り入れることが苦手らしいわ。ってことは他県から来た人も受け入れない感じなのか？まあ、そういうところはあるみたいね。同じ愛知県民だけで結束して、他県民に対しては排他的な態度を取ってしまうらしいわ。これやられたら泣いてしまうんだぜ。まあ、これが愛知県民はややこしいと言われるところね。確かにこれはややこしやーなんだぜ。それから堅実すぎるということも理由にあるらしいわね。おお、堅実すぎるのか。何でもほどほどがいいってことなんだな。愛知県民はかなり堅実な性格をしているみたいなんだけど、その堅実さが光るのは特にお金の使い方についてみたいなのね。お金に堅実か。私は逆にお金に大雑把って言われてるぜ。周りからはケチと言われるほど倹約するらしいわね。私は浪費家と言われてるぜ。ちょいちょいマリサの性格挟んでくるのやめてもらえる？いやー、なんだか私とは全然違う県民性だなーって思って。まあ、続きを頼むんだぜ。はいはい、このケチな性格は尾張藩が商売と倹約をポイントに政治を進めていたことが大きく影響しているみたいなんだけど、現在も堅実に貯金する習慣が根付いているらしいのよね。まあ、私みたいな浪費癖よりはいいと思うんだぜ。そうね、次に言われているのが細かいことを気にしないということね。細かいことを気にしないのはいいんじゃないのか？そうね、実は愛知県民は自己中だ。とよく言われてるみたいなんだけど、おそらく細かいことを気にしない性格にあると考えられているのよ。ああ、なるほどな。自分の考えだけで突っ走ってしまうところがあり、それが他県民からすると自己中だと感じられるのかもしれないわね。それは自己中と思われても仕方がないかもな。また、細かいことを気にしない性格は運転マナーにも現れているらしいのよ。また、運転の話なんだぜ。例えば、ウィンカーを出さない、信号を無視する、無理やり車線変更する、などは当たり前みたいね。それは怖すぎるんだぜ。なんだか細かいことを気にしないの範疇を超えているわよね。でも愛知県ではこれが普通らしいわ。ああ、安全運転を心がけてほしいぜ。ここまで10位から1位まで話したけど、マリサはどう思ったかしら？確かに独特な県民性をしているなと思ったけど、これも個性のうちだもんな。まあ、そうね。ランキングや県民性は参考として見るのが一番いいわよね。それにしても、私の性格が当てはまる県民性が多かったけど、
もしかして、私って。そうよ。マリサはややこしい性格よ。それが私のいいところなんだぜ。まあ、ややこしいのがマリサだし、それも個性のうちよ。霊夢、私は、感動したんだぜ。はあ、ややこしいスイッチが入ったわね。みんなも自分の地域のややこしいと思うところがあったらコメントで教えてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。